今回ご紹介しますのは、福井県敦賀市にオープンいたしました働くさんの冷凍パンの販売です。敦賀市相生町にありますこちらの店舗、実はもともと銀行の支店だったということで、 ATM のスペース跡があったりと、とってもユニークな雰囲気なんです。あれ、ワンちゃんいる。店内の雰囲気はキャンプ場のようなワクワクする感じ。芝生や緑の自然な印象が癒されますね。タープテントの下に大型の冷凍ケースがあります。こちらの冷凍ケースには全国から届く冷凍のパンがたっぷり入っているんですよ。全国どこのパン屋さんでどういったパンが作られているかもボードで紹介されているので、見るだけでも楽しいですね。はい、カゴを取っていきましょう。これで、好きなパンを選んでいきます。ね、本当にね、大変種類が多くてですね、約40種類前後あるらしいんですけれども、週間単位で、少し商品が変わったりするということで、いつ来ても、珍しい商品とか、ワクワクする商品に、パンに出会えるというふうなのが、魅力的な部分かなと思いますね。こちらですね、牛すじ煮込みカレー、これは兵庫のパン屋さんですかね、のパンを1個買ってみましょう。はい、あ、きのこグラタンパンね、美味しそう。きのこグラタンパン、はい、これ1個買ってみましょう。美味しい、ね、美味しいよね。じゃん、自家製メロンパン、こちら群馬のパン屋さん、でこちらとかですと、サクサクメロンパン、こちら神奈川のパン屋さんが作っている。できますか。あのね、僕ツイッターで見たんですけど、このイカスミ明太、これね、あのスタッフさんが美味しいってツイッターで言ってたんで、これも買っていきますか。ベーグル、あ、ベーグル結構好きな人多いよな、ベーグル。でもベーグルもね、ベーグルチョコ&チョコっていうのとミルクキャラメル。あ、でもこっちも抹茶ベーグル。こっちには抹茶ホワイトベーグル。これも美味しそうだね。だから同じジャンルのパンでもちょっとね、変わってるものがあるっていうことで、まあ珍しさも感じるよね。はい、ベーグル買いました。ここの最後、アンドーナッツ買っていきます。こちらはですね、セルフのレジで行っていくんですけれども、商品名がついているので名前と照らし合わせてボタンを押していきます。で、例えば、こちらの商品ですとアンドーナッツなので、これまずメニューの選択でア行を選んで、ア行のアンドーナッツ、はい、をタッチします。はい、どんどん行こう。イカスミ明太、イカスミ明太ありますか。はい、イカスミ明太あったらイカスミ明太をタッチ。はい、で次商品をカゴに入れていくという形。はい、面白、続いてやば、ちょっとお店屋さんの雰囲気が味わえるよね。うん、お札1枚ずつ出るまで打ってます。出てきた。はい、はい、ということで冷凍のパン買ってまいりました。お店で購入すると美味しい冷凍パンの食べ方という、紙がもらえます。これに基づいて温めて食べていきたいと思うんですけれども、基本の温め直し方、自然解凍プラストースターというタイプで今回は温めて食べていきたいと思います。全部温め直すことができました。このような感じになっております。スーパー美味しそうな朝食メニューですよ。もうパンビュッフェみたいな感じですよね。自宅でね、これ楽しめるのすごいと思いませんか。それではね、早速食べていきたいと思います。牛すじ煮込みカレーパンです。おー、たっぷりプリ入ってますね、具材が。いただきたいと思います。あ、けど表面ちょっとカリカリ感残ってるね。あ、うまいな、これ。あの、辛すぎないカレーの味かな。具材も結構ね、ゴロゴロいっぱい入ってるんですよね。解凍してチンしたのに表面カリカリ感残ってるのすごいよね。きのこグラタンパン、美味しそうですね。きのこがね乗ってて、上チーズかな。いただきたいと思います。はなんかふっくらしてて全然硬くないよ。これだって手で裂けるんだもん。なんかね、時間経ったりするとね、硬くなるんじゃないかって思うけど、ふわふわ。いや、おのこふわふわやん、これ。あ、パン美味しい。ふわふわ
ふわしてる。ふわふわしてるね、うん、キノコのなんかキノコの歯ごたえもしっかり残ってない、うん、冷凍のパンと思えないクオリティだよね、うん、え、すごいわこれ。うまい。深すみ明太パンです。ハード系の生地の中に真ん中にこう明太子が挟まってる。これ絶対うまいやつですよね、うん、あ、カリカリ、うん、ほらほらだってもう持った瞬間カリカリ。そうそうそう、こういう感じです。え、明太子ぎっしり入ってるやん。これ酒のつまみにもなりそうな味だね。ピリ辛の明太子が相まって美味しい。これでお酒飲めたりするかもしれません。ベーグルチョコ&チョコ。おー、はい、こういう感じでね、多分このリング状の部分にチョコ&チョコだから中にチョコも練り込まれてるんかな、うん、こうもっちりした食感、中のチョコも濃厚です。うまいわこれ。ちょっとデザート系に近いベーグルかな。はい、続きましてサクサクメロンパンです。うわー、ふっくらしてるね。もう手でちぎれる。あー、けど表面の結構落ちてくる。うわー、もうふわふわじゃん。ちょっと衣がどんどん落ちていくぐらいふわふわなんですけど。あ、もうふわふわで美味しい。表面は確かにあのサクサク感というか、あの噛み応えみたいなの残ってますね。ザラメみたいなやつが、これまた美味しいんですよね。最後はこちら、あんドーナツ。そうそう、ミスドのやつみたいよ。ほら、ふわふわで裂けちゃう。あ、ふわふわやこれ。あ、あんこ意外と甘さ控えめかも。柔らかい、中しっとりしてるしね。あ、これ全然山ほど食べれるわ。無事に完食いたしました。ごちそうさまでした。超豪華な朝食食べれたと思います。もうね、お腹いっぱいパン食べました。昨日いろんな地域の全国のですね、パン職人さんの手作りパンを、まあ、焼きたての美味しさそのまま食べれるようにですね、独自技術で実はパンを冷凍しているんですね。いろいろとこの考慮した上でも冷凍することを前提で作られたパンなので、解凍してトースターで焼くだけでほぼパン屋さんで売ってるのと変わらないクオリティでご自宅でもちもちもしくはサクサクに近いパンがその場で食べれるっていうことで、それを今回はね、すごい魅力的な冷凍パンの販売だったなというふうに思いました。ぜひね、皆さんも駿河市相生町にあります働くさんの冷凍パン買いに行ってみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。